久保さん、タイトルなんか関係ねえ。タイトルなんか関係ねえっていうね。まあ、YouTube の僕、名前3回ぐらい変更してますね。はい。3、4回変更してますね。で、今20時22分っていうね、よくわかんないチャンネルですね。普通ネットビジネスのやつだったらね、なんか自動で稼ぐネットビジネスとか、なんとかの先生とかね、わかんないですけど、わかりやすいようにするじゃないですか。僕、わかりづらいんですよね。20時22分って、今年変えたんですよ。なんかライブやってて。で、なんかね、そう、20時20何分っていうチャンネル、そう、コメントいただいたんですよ。で、そのコメントいただいた人のチャンネルが20時何分だったんですよ、確か。めっちゃいいじゃないですか、みたいな。面白いですね。あ、こういうチャンネル、あ、江頭さんも確か2時50分、江頭2時50分、あ、そうか、俺20分。みたいなノリですぐ買いましたね。なんかあんまね、僕が好きなマインドセットで、ミスター X っていう人がいて、そのコンテンツビジネスで80億ぐらい稼いだ人っていうのがいるんですね、昔。まあもう今引退しちゃったと思うんですけど、その方の教えで、マインドセットなんですけど、ブランディングなんか関係ねえと。ブランディングがあろうがなかろうが、俺はとりあえず売りまくってやるっていう、なんかセットがあるんですよ。それかっこよくて。みんななんか型にはまるじゃないですか。こうじゃないといけないと。ああじゃないといけないと。確かに、その方が売りやすかったりとか、そっちの方が良かったりするかもしれないけど、なんかそれだとつまらないというか、まあもう18年もやってますから、しかも僕ね。なんか他の人がやってない、それでも売れるのみたいな。それでも売ってるんですかみたいな。なんかそういうのが面白いなってやってますけどね。それでも売るっていうね。それでもやらないっていう人いっぱいいますけど、それでも売るですね。それでも売ります。いってらっしゃい。